そうだ、皆さんにご質問をちょっとさせていただきたいんですが、今月の5月の6日に東京ドームにいた方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないかな、さすがに。次は、5月の15日か16日に東京ドームにいたっていう方はいらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃいました。ありがとうございます。5月の6日は井上尚弥選手がボクシングの試合をして東京ドームでやってた。怪人でした、怪人でした、怪人でしたね。めっちゃ綺麗でしたね、もう大興奮でした。で、5月15日と16日は、コンプレックスというおテッコ皆さん、吉川晃司さんのユニットが何年ぶりかに、向こうの地震の、甲子園のためにっていうことで立ち上がったという、ライブがありまして、それも見に行ったんですが、ものすごい盛り上がりました。で、それを一曲やってみようかなと思いますが、いらっしゃってた田辺さんも一緒に入っていただいて、佐藤さん、佐藤さん、よろしくお願いします。お願いします。吉川さん、本当にぶつけなんですよ。そう、マジで来た、来た、吉川さん、井上さん、井上さん、あ、ごめんなさい、お母さん、ワン、ツー、スリー、フォー。 Yeah!
ばさんいるから成り立った。おばさんが成り立った。そう、時間がですね。まだ大丈夫かな。あと2時間。あと2時間。え、足りる。なんならギャラリーがあるわって思ってたけど、ちょっと時間を過ぎましたけど、すいませんでした。大枠見ましたね。スティービーワンダーやってみようと思います。 I just please I just hope to say I love you、No new year sayどっちかな。
エレカシ。何と何？エレカシかあのちゃん。エレカシ。エレカシ。助けそうだぞ。イリシャも若い子を歌いたいシリーズっていうので、あのちゃんチャレンジはしてるんですけど、あまりにもリスクが高いという感じですかね。じゃあ、まあ夜ということで。夜ということで。エレカシをやって、じゃあ、やらせてもらおうと思います。歌って、歌いますね。今宵の月のいいっすね。くだらねえとつぶやいて冷めたずらして歩くいつの日か輝くだろう溢れるはついたんだいつまでも続くのが泣き続けて転んだ
か、あとなんか最近の中学生、高校生、小学生、幼稚園、なんか問わず結構お子さんたちとかがなんか行き場所とか、なんか結構いろいろ僕がやってる仕事の感じでね、結構いろいろご家庭がなんか大変だったりとか、なので結構お子さんたちの居場所がないなみたいなところもあったりとかするので、なんかちょっと音楽とかを絡めてなんかできたりしないかなみたいなちょっと思ってた時に、あの別になんかそっちになっちゃうとなんか助けてますとか、なんか支援してますみたいになっちゃうのちょっとやだなと思ったので、やっぱ僕らもね楽しまないとなんかそういうのにとって面白くないかなちょっと思いましたので、そういった矢先にこうやってあの音楽をあの好まれてるっていうか好きな方が周りにこういらっしゃったので、じゃあ一緒になんかやったらどうかなと思って、さっき言ったようにちょっとアンナさんにはなんか本当に内緒にしておいて、内緒にしてたわけじゃないですか何が起こるのかみたいな話とか、ね、小池さんにもちょっと順番を明かさなかったりとか、あのまあ僕が決めだったりとか、もう今別にめちゃくちゃになっちゃってますけど、まあ、そんな感じでちょっと1回やってまして、それまあ1年ぐらい1回続けていこうかなというふうに思ってます。でなるべくその、まあ、今日皆さんからその500円っていう感じでこう参加費をいただいちゃったんですけども、限りなくちょっと格安でっていうか、要は小学生とか中学生の方とかおられてもじゃあ500円もらうのかっていうあれなんですけども、そういったところもなんかあのあっちはジャズバーはちょっとお店としてやってるので、やっぱあんまりこう安くっていうなるとお店のこう価値っていうかをやっぱ下げてしまうので、その辺はあの、ま、バスターじゃなくてバーのマスターとバスターはねこっちの別の方ですけど、マスターと相談していろいろそういうのも結構ご理解あるマスターさんなので、これからそういうのをちょっと続けていきたいなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。それでは、最後に、僕らの福祉バンドビートっていうバンドをちょっと組んでます。ただあのこれ3人が固定メンバーってわけじゃなくて、結構あの入れ替わり立ち替わりっていうか入れ替わり立ち替わり、あの八王子昨日みたいな、すいません、はい、すいません、では謝られちゃったついにこれが終わったらもう終わってお菓子食べて帰るっていう感じ。お母さん寝る時間ね、まだ寝る時間ね、もう寝る時間ね、安西さんも食べ終わったら寝てます、ね、いやあんまない、ね、あんまないことですね、寝てないっすよ、じゃあくつろいでもらってありがとうございます、はい、一応寝てたらこっそり教えてもらっていいですか、はい、でじゃあ2時から光が差して
3曲かけらせていただければと思います。大きな月より小さな太陽ってですね、僕がそのちょっと僭越ながら作ったオリジナル曲があるんですけれども、それをあのちょっと無理やり、2人にちょっとやっていただいてます。すみません、嘘です、ごめんなさい。動画さんにやれって言われてやってます。言ってください。あ、そうですね、ごめんなさい。はい、オリジナル曲です。あ、それ合ってますね。合ってます。いきます、ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
した。ジャセがあるな、みたいな。すみません、今日本当に。今日こうやって5万6千人の皆さん。5万6千いないよ。5万6千いないよ。1万でます。万単位なの？うちは。あれでしょ。はい。なんかありますか？話最近のいい、なんか面白い話。また、後でいいですか？あると思う。ある？どう？ロック。うわロック大好き。なんだっけ、違う、もっと打ち合わせした方がいいです。あれ、すみませんでした。なんだっけ、ロックンロール、イエーイ、ロックンロール、イエーイ、I'm not afraid to die.
みんなで見るって感じになりますが、まあ、いろんな、さっき話してて、あ、この曲いいねってなってこれをやることになりました。はい、青空っていうんですね。じゃあ、まあ、で日付決まってるんですけれども、また2ヶ月後の、大体このぐらいの月曜日にまたやりますので、適当に、また皆さんに感想をいただきます。曲は待ってもらえない。あ、どうぞ。いいっすか。ありがとうございます。10円のまで10円で行くんですか。あー、1万円しかねえや。はい、本当にありがとうございます。じゃあ、行けます。じゃあ行きます。
ました。